こんにちはパーカッションの高文です今回はアンビエントヒーリング系のパーカッションいろいろ紹介していきたいと思いますアンビエントという言葉あんまり馴染みがないかもしれないですけどいわゆるこういうキラキラ系シャラシャラ系ガラガラ系なんかがあります このアンビエントヒーリング系のアイテム、ここ数年私めちゃくちゃハマっておりましてですね、かなりの数が今スタジオにありますので紹介していきます。結構繊細な音の楽器もあるので、できたらイヤホン、ヘッドホンを聞いて耳で楽しんで癒されていただければと思います。はい、まずはベル系いってみましょうか。これは特に中東だったりアジア圏で見られる楽器です。まずこちらネパールやチベットで使われるティンシャと呼ばれるベルです。 同じような形状ですが、これはインドのものです。マンジーラなんて言ったりしますね。これは同じくインドのマンジーラですけれども、K が大きくて、ね、フィンガーシンバルみたいな感じですね。 はい、同じくインドのベルなんですけれども、先端がこういうふうにギザギザになっているものをエレファントベルと言います。はい、西洋のベルとはかなり違ってね、趣があると言いますか、神秘的なサウンドです。はい、これはタイのチンというベルです。マンジーラと似てるんですけれども、かなりこのボディーの厚みがあります。これによって はい、すごく高い周波数がねチーンってこう抜けるようなこれも神秘的なサウンドですねバンドの中で演奏する時はですねこんな感じで何枚も連ねてベルツリーにするとすごく鳴らしやすいし音量も大きくなるので便利ですよかったらやってみてくださいこれ全部私が作ったものでまず順番にねこちらは直径 6.5cm の金車です 真ん中は直径5 5センチのチンですこれはテンシャなんですけどかなり小さい4 5センチですはい。 すごいみずみずしい倍音が出ますよね。これ私のすごいお気に入りでございます。はいで。こんな感じで直径が違うものを並べると音程差ができます。はい、こんな感じです,すげえ長いやつもあります。これはアンティークビルが10個以上ついてるものですね。 これは LP の市販のもので、フィンガーシンバルがたくさんついているフィンガーシンバルツリーです。<noise> いかがでしょうか癒されておりますでしょうかはい。こういうの一個持っておくとですね、心がこう、和むっていうか、瞑想できますよね。はい。 楽器メーカーが出しているものもあれば、アジア系の雑貨屋さんで置いていることもあります。また最近ではネットでも手に入るのでですね、まあ、検索ワードとしては、ティンシャ、カタカナティンシャで検索するといろいろ出てくると思いますので、まあ、自分で取り寄せてね、こんな感じでベルツリーを作っていただくのもいいんじゃないかなと思います。はい、では続いて、シャラシャラ系いってみましょうか。これはピアノのチューニングピンで作りましたピンチャイムです。 微妙にこのピンの太さがいろいろあってこれ3種類ね違うピンで作ってますので音程が微妙に違います聞き比べてみてください。 続いてこちらキーチャイムです名前の通りね鍵をたくさん使って作ったもので鍵の種類によってやっぱり微妙にこう音程が違うので聴き比べてみてください。 はい、ここにあるピンチャイム、それからキーチャイムはすべて私のオリジナルハンドメイドでございます。そしてこのハンドメイドチャイムをですね、チャイム工房として販売開始いたしました。毎週ね、配信の時に数量限定なんですけれども、ちょっとずつ販売しておりますので、興味がある方ぜひ配信覗いてみてください。はい、ね、シャラシャラ系の代表格といえばやっぱりツリーチャイムでしょうね。このでっかいのですね、ツリーワークスのインフィニツリーというですね、2連の超ロングチャイムです。 かなーり長く、ね、音が伸ばせるというやつですねでこの下のやつはね結構面白くて「全ツリー」っていうね、はい、ちょっと音程差が独特でこう和を感じるようなねチャイムもあります。 はいでは最後ガラガラ系です。こういうのはですね楽器メーカーから販売されてるものもあれば自分でね紐でこう結びつけてまあ頑張れば作れるというようなものでございます。よかったらやってみてください。はい、ではまずこちらペットボトルの蓋でございます。はい優しい感じのねカラカラガラガラっていう音ですね。 ペットボトルのふたもいろんなサイズだったり厚みがあるので、まあ、ペットボトル飲んでるときにねこのふたどんな音がするんだろうってこう落として聞いてみるといいと思います、はい、そして真ん中はパンギっていう木の実それからクワの実を少し使ったものですうんかなり水感がありますよね こちらも木の実でもうちょっと小さいサイズのねクナリとかマイチルという木の実はいこれも優しい感じのせせらぎのような音ですねこういうのはですね複数組み合わせても鳴らしたくて あげるとより自然な感じに聞こえるかなと思います。はいというわけで今回はアンビエントヒーリング系のパーカッションいろいろ聞いていただきました。気に入ったのありましたでしょうかせっかくなんでね最後にこの音だけ編集で順番に聞いていただこうと思います。どうぞ。 ははいいい癒されましたねいいっすねすアンンビエント系は私も最初の頃は楽器メーカーから出てるものをね普通に買って使ってたんですけどもやっていくうちにもっと音こうだったらいいなとかねサイズ感音量こうだったらいいなっていうのが出てきていろいろこう自分で作り始めて今に至るっていう感じでございますので DIY 好きな人はねかなりこう自分で作ると発見があると思いますので是非やってみてください。 はい、こんな感じでこのチャンネルはパーカッション情報世界一を目指してやっておりますので、チャンネル登録、高評価、シェア、コメント、応援よろしくお願いいたします。はい、ではまた次の動画で会いましょう。高文でした。バイバイ。